タラートプルー駅は、太陽国のバンコクとトンブリークにある、タイ国有鉄道メイクロー温泉及び、バンコクスカイトレインシーローム線の駅である。同じ駅名を付けられているが、2つの駅は 1km ほど離れており、徒歩移動の場合は15分程度かかる。タイ国有鉄道、メイクロー温泉は、民営鉄道として開業した歴史を持ち、現在の当駅付近を含む、 東側区間のクローンサーンマハーチャイカンが1905年1月4日にターチーン鉄道として西側区間のバーンレームマイナスメイクローン間が1907年7月12日にメイクローン鉄道としてそれぞれ開通しているかつては電化され電車も運行されていたが現在では機動車のみによる運行形態である来年か後もマハーチャイ線区間については 運行本数も多く、時間帯により、最短30分間隔での列車運行が行われている。単式一面一線の地上駅である。2013年2月14日にシーローム線がポーニミット駅より東駅まで路線延長され、それに伴い終着駅として開業した。開業後、約10ヶ月間は終着駅であったが、同年12月5日にバーンワー駅まで、 延伸開業したことにより、中間駅となった。なお、当駅開業日から2014年1月5日までの約11ヶ月間、ウォンビアンヤイ駅バーンワー駅の区間は無料であったが2014年1月6日より、サパーアンタークシン駅バーンワー駅は乗車距離に関係なく10バーツ均一となった。この区間以外の駅より乗車の際には、 サパーンタークシン駅までの運賃に加えて10バーツが徴収される。高架式3層構造で、地上部分はラチャプルック通りとなっており、2階部分は改札、連絡通路となっている相対式ホーム2面2線の高架駅である。ありがとうございます。